はい、ということで、パリに着きましたので、ここから、その e スポーツバーのホテルまで、カンヌまで乗り換えしないといけないんで、ここからまた、1時間半かけて、合計何時間だろう。とりあえずもう、くたくたなんですけど、今から次の乗り換え口に早速行って、カンヌに行きたいと思います。Men altså, jeg vil sige, dernede, der gik jeg ind i... Og du tager mere over i stor, der gælder. Det er meget godt. ニース空港に着いたので、こっからバスで50分かけてカンヌに行きます。よいしょ、ホテルに着きました。20時間ぐらい本当にかかって、僕飛行機でね、飛行機で全然寝れない人なんですよね。だからもう目がやばいな。ちょっと軽くこう見てみようか。こっちがバスルームですね。これがシャワーっぽい。こっちがシャワーっぽいけど、なんかこっちにもあるね。なんか、なぜか2つあるんだけど。よくわからないけど。今時刻が、夜の、もうほぼ10時ですね。ふぅ、もうで、明日、朝すごい早いんで、もう今日はすぐ寝て、明日に備えたいと思います。これからね、前に話したその e スポーツバーっていうのが3日間にわたって開かれるんで、はい、というわけで皆さん、じゃあこれでおやすみなさい。今日は、これで寝ます。お疲れ様です。はい、どうもおはようございます、グリードです。今は朝の8時ぐらいなんですけど、今からちょっと着替えてご飯を食べて、今日のスケジュールは各企業やチームとの1対1の面談が、今日は多分8個とか結構多いんですけど、それぐらい入ってて、で夜には、パーティーがあるみたいです。なんか普段パーカーとかそういうのばっか着てるから、非常に違和感がありますね、これは。ここにずらっとスポンサー、協賛スポンサー書いてあって、ここはあれですね、プレゼンをする場所ですね。Welcome to all of you with all of your passion. Welcome to Cannes, to Seoul, and welcome to Miami. Welcome to all the best businesswomen and men in esports. Welcome to all the tastemakers and non-endemic top management executives that want to shape the future of esports. Angela and Anna Lockwood.今ここは、VIP エリアで、本当にもう各、CEO の人とかいろんな企業の人はここで1対1で30分間話し合うっていうスペースになってます。こうよいしょ、全日程が終わったので、これからホテルに帰ります。見てこのカンヌの
でっけえ。やばいね、本当に。おお。はい、というわけで日本に帰ってきました。今回はね、本当ちゃんとしたビジネスカンファレンス、ビジネスミーティングなので、実際のこのミーティングの様子は動画にさすがにはできないので、その辺はちょっとご了承ください。で、今からその実際のミーティングで話した、まあ、e スポーツのお金の話だったり、e スポーツの本当世界の事情だったり、まあ、そういう話を話せる範囲でね、話していきたいと思います。で、ミーティングしたのはフェイズクランのこう e スポーツの代表の人だったり、クラウド9の、CEO の方だったり、あと企業だとマレーシアのドミノピザの代表だったりとか、エアアジアだったりとか、まあ、本当に世界を代表する企業やチームの本当にトップの人と話してきました。ちょっと近くに保育園があるんですけど、めちゃくちゃ子供が規制を上げてるんで、ちょっと動画に入っちゃうかもしれません。で、最初に面談をしたのは SK ゲーミング、ドイツのSK ゲーミングっていう本当世界を代表する、まあ、有名 e スポーツチームですね、まあ、CSGO でもともと有名だったんですけど、でスポンサーにはあのカーメーカーのメルセデスがついてるっていう、もう彼らはまあかなりきつめにアドバイスをしてくれました。まあどういうふうにスポンサーを取るだとか、まあ、チームはもっとこうしろだとか、まあそういうどっちかっていうとアドバイスが多かったですね。で SK ゲーミングはもともと CSGO で人気だったんですけど、ヨーロッパがその銃規制があって、いろいろ、まあ、その銃系のゲームでスポンサーを取るっていうのは難しくなっちゃったんですよね。なので SK は現在もう CSGO チームを完全に取っ払って、もう別のゲームで運営してる感じですね。次に、面談をしたのはフェイズクランなんですけど、フェイズのその e スポーツの代表の人はもともとも僕自身のことを知ってくれて、まあアタッチとコラボしたりとかもあったんで知っててくれて、でフェイズのそのなんだろう、思想とか考え方がすごくラッシュと、まあ、合うというか似てたので、かなり話は盛り上がったんですよね。まあ、もしかしたらフェイズと今年何かあるかも、あるかも。まあこれもまあ COD のまあ e スポーツ事情なんですけど、まあ、フェイズクランって今年もうプロリーグにね上がれなかったんですよね。なので今年1年選手たち何してるのかっていうと、僕は最初こう他のチームにねスカウトされて移るのかなと思ったんですけど、意外とそのまだフェーズには残ってて、で他のチームに選手を貸し出すっていうレンタルビジネスをやってるらしくて、もうそれもちゃんとしたビジネスとしてただ貸すんじゃなくてっていうのも、こうやっぱこうフェーズっていう名前がねやっぱ大きいんで、まあ選手として引退した方もやっぱフェーズに行った方がまあいろいろメリットもあるので、まあ今年はプロリーグにフェーズとしては上がれないけど、まあ、選手はこうレンタルで他のチームに行って出場しつつ、多分来年からまたフェーズの選手としてやるみたいな感じになるのかな。まあ、全員がそうなるとは限らないんですけど、まあ、現在フェーズはその選手はレンタルビジネスで他のチームに貸し出しっていう感じらしいですね。次はまあクラウド9とか、あとミネスキっていう、まあドタで有名なチームなんですけど、そこのオーナーさんたちと話した時なんですけど、次はみんな大好きお金の話ですね。皆さんこう e スポーツチーム一チームのこう運営費って年間どれくらいかかると思いますかね。僕たちが聞いたのは本当にもうティア1、もうその LOL とか、ドタ2とかも賞金がめちゃくちゃ大きいゲームで世界トップ4とか本当に世界で勝てるチームをこう集めて運営するってなった時に年間だいたいまあ1億2億ぐらいかかるらしいですね。まあこれぐらいかかるの本当ロールとかドタとか CSGO とか本当にめちゃくちゃ賞金が高くて、まあ競技人口が多くて視聴者も多いゲームに限っての話ですけど、世界で通用するレベルの人たちを集めるってなると、まあそれぐらいの予算が必要らしいですね。まあ、e スポーツティアっていうのはその、まあ、ティア1、ティア2、ティア3っていうのがあって、競技人口の多さだったり、まあ、視聴者の多さだったり賞金の多さだったりとか、まあ、それをランキング付けしたものですね。でティア1が本当もう、まあ、有名なの LOL とか CSGO とかドタ2とか、まあ、賞金が多くて人口も多くて視聴者も多い、まあ、ティア2が、まあ、COD とかレインボーシックスがまあギリギリ入ってるかなって感じですね。世界のこの e スポーツの流れというか、
やっぱり e スポーツチーム持つならそのゲームがこう中国がやってるかどうかっていうのはやっぱすごい重要になってきてて、単純にも中国が入ってれば世界大会の同時視聴者がもうバコーンって上がるんですよね。スポンサー契約とかにもこうやっぱりかなり影響してくるっていう。まあ本当だから COD とかは、まあそのティア2とかにいる COD とかはやっぱ中国がやってないでティア1には行くのはかなりやっぱり難しいですよね。で次はアパレルの件で、もう来週に中国に行くの、もうそうか来週か来週だ、来週にちょこちょこっとね3日間ぐらい中国に行ってきます。今年はねアパレルかなりいいのがね出ると思うので、ぜひアパレル楽しみにしててください。というわけでお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Open when it's gone.